ヘッド起きろ。チラッと見たけどめっちゃ曇ってる。なんでだろう。いや曇り予報だったよ。あ、曇り予報だった。うん。あ、そうか。予定山見えないってこと。なんか見えなさそうな気もするけど、一回出てみるか。え？出ないの？しかもその天気模倣オレンジじゃないの？天井が赤くなってる。どういうこと？朝日きれいなんじゃないかなと思ったけど。早く早く。ん？早く起きないと。もう早く起きない。起きます。起きました。あ、ジュルジュル聞こえるよ。外から。服着ます。寒いからなっては。晴れてる。うわ、すげえ。なんだこの空と羊蹄山。綺麗。すごい。なんかあれ見て、ほんと。何？物語のワンシーンみたい。なんか大きい山にさ、雲みたいなモクモクかかってさ。悪いことが起きる前兆。やっぱりいいロケーションだと起きれるな。わかる。こんな早く起きたの、いつぶりだろう。あら、ごめんなさい。目覚ましの前に起きたってことだよ。本当だ。てか目覚ましなんで6時半にかけたの？ 6 時に起きるんです。これは毎日の。あ、毎日の。平日用のアラーム。今日はこちら、職人のコーヒー、まろやか味のマイルドブレンド。あ、ケイトの誕生日習慣だから特別なやつにすればよかったか。あるっけ。特別あったっけ。あれないっけ。ちょっと見ていくか。これいいやつなのか分からんけど、スペシャルブレンドって書いてるからいいんじゃないの。結構あるけどね。ありそうだよ。スペシャルブレンドって書いてるやつ。ありそうだよね。あれでしょっけ、ご当地っぽい感じとか。そう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 、それが良かった本当は。個人経営のコーヒー屋みたいなのが良かったんでしょ。そう。家にサザコーヒーいっぱいあったのね。持ってくればよかったね。木からずっとしまいながら聞こえてますけど。開いた。
誕生日前日され、あれこっちスペシャルブレンドや、そうだそうだ、危ない危ない水入れすぎた、うん、ちょっと薄い薄い、なんかコップ大きいと分かんなくなるよね、うわ、めっちゃいい朝じゃない、まだ全然手袋なくてもいけるね、うん、確かに手袋ないと外に出れないぐらいになるよね、なるよね、寒くて起きたの、うん、電気毛布は消えてなかったじゃん、肩スースーしたの、うん、電気毛布今日にしたら怒られるから中にし中よりちょっと下にして耐えてたのに、朝起きたらポータブル電源残り 70% ぐらいあってだったら今日で使えばよかったすまんすまん、誕生日なの、誕生日の前夜祭なのに無音、片付けるのめんどくせえな往復がめんどくさい、往復めっちゃめんどくさい、やっぱりもっとコンパクトにしないと、うん、車だけのためじゃないね、コンパクトって、車大きくなったから積んでもいいやと思ってたけど、そうじゃないんだやっぱり、いやそう、うん、ほんとそうだわ、昆布ってちっちゃくなる、でかくなる、あ、でかくなる、もういっか、本当は酒とみりん入れたかったんだけど忘れてしまいまして、めんつゆ、めんつゆ入れるなら昆布入れる必要ないのか、いいじゃない、深まるから鶏の胸肉さっと火を通します、こっちに入れるんだ、で軽く火を通してこれを出汁を取っていく、もう美味しそう、しょ、イボナイト、お腹すいた、腹減ったね、ツバとかあってもいいか、あー、剣もあと10秒、あ、もういいわ、昆布も引き上げるわ、さっき味見したけどかなり昆布の出汁効いてた、ちょっと味見してみてよ、うーわなんじゃこりゃじゃあもう入れますよ、あぶねー、終わるとこだった、ネギを最後に、うわーいいね、完成です、乳麺、乳麺、うん、だから締めみたいな、そう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 、それそれ、手ありがとう、どっちにする、一味と、一味、一味、うわぁ、いただきます、うん、薄い？いや、しょっぱい、むしろちょうどいい、ちょうどいい、うん、これやばいわ、うまい、普通にあのうちらがたまに行く居酒屋の、うん、締めの鶏麺あるじゃん、うん、
あれと同じ。あれと同じ。めちゃくちゃうまい。昆布の出汁ってすごいね。めちゃくちゃ鼻水垂れてる。垂れてる。出汁ってすごいわ。出汁すごい。本当に。なんか出汁かも。え？一番好きなもの。一番好きな食べ物。出汁。出汁。薄味がいいよね。でも辛ラーメンとかも好きだけどね。うん。矛盾しまくりだよ、ね、矛盾しまくってる。もう実は5往復して荷物結構片付けたんだよね。うん。剣疲弊してたよね。顔が暗かったもんね。なんか息切れするようになっちゃった。やっぱカーサイトじゃないと大変だね。大変だね冬はね。うん。ここに車止めれたらやばくない？でもいろんな車がここに並んでたらこの景色は止めてないよね。そうね。うん。木揺れてんじゃん。降りてきてる、降りてきてる。早く、早く。いや、でも望遠レンズ車だから無理だよ、望遠は。あれ、どこ行った？多分下に降りたぞ。別の木に行ったか。なんかあっちの方落としたもん。クモの巣かかった。クモの巣かかった。いたかわいいかわいいかわいい。いるいるいる。けどゾーンに入れ、ゾーンに。目が360度ついてたらいいのにね。今の時期リスが冬眠の準備するんだ。だから地面に降りてきて集めるんだ、どんぐりとか。うん。だからいるんだ。うん。世話しない。お忙しい、お忙しい。冬眠か。うん。ここ好き。ナチュラル迷路。すごい。いや、トトロ思い出すな。まだまだ険しいです。あ、またクモの巣。なんでだろう、私は引っかかってないんです。ついたついた。人間の世界へ帰ってこれたようだな。あれ、また会おう。それディズニーのアトラクションでなんかありそうな感じ。シリティトゥンドゥ。何つった？シリティトゥンドゥ。何それ。シリキウトゥンドゥ。シリキウトゥンドゥ。ケイトなんかシリキウトゥンドゥに見えてきた。ああ、ちょっと似てるかも。自分で、うん、ちょっと似てるかもしんない。え、言われたら嫌じゃない？でも、このなんか目まん丸で中心にギュッて寄ってる感じは剣の方が似てると思うけどね。確かにね。うん。すごい余裕だったはずなのにギリギリまで焚き火してなんか写真とか撮ってたらいつの間にか残り15分だった。普通テントとか片付けてなかったんだよ、ね、焦ってもう急いで2人で猛ダッシュで片付けてギリギリ間に合ったと。10分ぐらいで片付けたんだよ、うん、やばかった。かっこいい。早かったと思う。うちらすごい血の気引いた顔してたと思う。なんでもうとりあえずキャンプ場は出たんですが、はい、今から視聴者さんがおすすめしてくれたニセコの道の駅の横にある石窯パンマルシェ春っていうお店。ここなんかソフトクリームも美味しいしパンもめちゃくちゃ美味しいですよって教えてもらったので、本当はソフトクリームだけ食べに来たんだけど、うん、ピザ食いたいかも。ピザあんのかな。石窯ってピザありそうじゃない？
ケンがなんか、なんか食べていきたいだって、もうお昼だし、朝、乳麺しか食べてないし、うん、食べようよ、うん、ケン、ピザなんてないから。ピザなかった。勝手なこと言って、そう、ピザないのか。パン買おう。うん、チーズハンバーグにしようか。チーズハンバーグ食べやすい。チーズカレー。3種、チーズフランスカレー。美味しそう。ソフトクリーム休止中だった。冬なくなるとこ多いよね。ね。札幌の方行って何か食べるか。ソフトクリーム。と、ピザ。ピザじゃなくてもいいけど。うまい。これはマジで美味しいパン屋だわ。教えてくれたことありがとうございました。3日前にオープンしたなんかこのガソリンスタンドの敷地を多分ちょっと改装した北海道ミルク工房カフェ、ミルク工房のやつ。やつなんだ。かわいいね。うん、かわいい。あ、こっちがエネオスなんだ。なんなら。こっちエネオス。究極のミルクソフトって書いてあった、うん、で、こちらのミルクソフトがさらにイタリア製のカルピジャーニーという機械で抽出されております最近あのソフトクリームの機械についてもちょっと知識が入ってきてますいろいろソフトクリームについて調べてるんでしょ。あのやっぱり安いソフトクリームの機械とお高いソフトクリームの機械はね、違うんですよこちらはいい機械を使っております。いただきます。なるほど。おいしい。おいしい。滑らか。滑らか。あれグラスフェッドだったのかな。それは書いてなかったね。書いてなかったね。うぜえ。うぜえ。いただきます。うん。確かに抜けるね。うん。すごい。舌触りいいね。とろり系だね。ほんのいいっすね。うん。うまい。あ、島が。西島、さっきフランケンシュタインみたいになってたんだから剣が頭潰して四角くするから戻った戻った戻った。いやー、よかったね、ニセコね、うん、やっぱりサヒナ、いいな、好き、うん、天気にも恵まれ、うん、腰はちょっと痛めたけどかわいそうに剣最高に癒された。焚き火もすっごい長くできたし、うん、朝焚き火なんてもういつぶりって感じだったしね、うんうん、なんか久々に2時間以上の遠出キャンプをして、うん、満足したので、うん、また来週からは近場で、うん、回ろうかなと。もうあの湖系のキャンプ場全部閉まったんだよね、うん、北海道は10月過ぎると冬季休業するキャンプ場がめちゃくちゃ増えるので、うん、一気に選択肢がもう限られて、うん、ちょっと雪が降るまで近場で楽しみます。ちょっと天幕のリビングシートも購入したからそれも次ね、ね、試してみたい、うん、まあその前にケイトの誕生日のお祝いしにちょっとあるところに。どこ言わない方がいいか。何言ってんのケイ、いいのそれ言ってやって。まあまあ次はケイトの誕生日ですね。3回ぐらいあります今年多いね。3回ぐらい連続で私の誕生日動画になります飽きちゃうかもしれない。飽きません。もういいよっつって飽きません。飽きない。誰も飽きません。飽きないですか。わかりました。本日もご視聴ありがとうございました。それではまた。